今なんか多分繋いでる、うん、横浜スタジアムの、そして全国のドラゴンズファンの皆様、どうも、そうですね、開幕してからあまりいいピッチングできてなかったので、なんとかゲーム作りたいと思って、必死に腕振りました。仲良しな気持ちで今日は頑張ってみようかと。そうですね、自分の勝ちよりもやっぱりゲーム作って、いい流れで後ろにつなぎたいっていう気持ちはずっと持ってやってるんで、今日はやっとそれができました。見事な三者凡退ですね。そんな感じは自分の中でしてないんですけど、もう一球一球、木下のリードに必死に応えて、腕を振りました。そして8回を投げ終えて、あとは格下という8回の裏、そのリードをしていた木下拓也選手の執念のヒットがありました。あれまさかですね。想像してなかったんですけど、本当に高松足早いですね。さすがにちょっと点厳しいのかなって正直思ってた。やばいな、正直すぎるよ。いやーびっくりした。今シーズン一番若手プロ野球のインタビューだと思うんですけど、日々の初勝利をもたらした点数でしたね。そうですね、もうとにかくチームは勝てて、もうそれが一番です。さあ、これでチームは今シーズン初めての連勝。あ、そうだ、連勝だ。連勝これだけしか今研究したいと思うんですね。もうチームも初めですけど、僕自身も、プレーに乗ってどんどん次からリプチングできるように頑張っていきたいと思います。では、はい、今日もたくさん応援ありがとうございました。次もリプチングできるように、しっかり練習します。またよろしくお願いします。はい、お願いします。